ハンス・アルプレ・ヒトベーテは、アメリカの物理学者。シュトラスブルク出身のドイツ系ユダヤ人移民。1967年、原子核反応理論への貢献、特に星の内部におけるエネルギー生成に関する発見によって、ノーベル物理学賞を受賞した。フランクフルト・アム・マインで物理学を学び、ミュンヘン大学で博士号を得る。ケンブリッジ大学などでのボス読の後、 中ビンゲ元ン大学の教職員となった。ユダヤ系のため、ナチスが政権を握った1933年に、ドイツからイギリスに逃れ、マンチェスター大学の講師を務め、1935年には、アメリカのコーネル大学の教授となる。第二次世界大戦の間、彼は、ロバート・オッペンハイマーに招かれ、カリフォルニア大学バークレー校での特別会議に参加した。 それは原子爆弾の最初の概略を説明したものであった。オッペンハイマーがロスアラモスで秘密兵器研究所を開設したとき、ベーテは理論部門の監督に任命された。1948年から1949年までコロンビア大学に客員教授として招かれた。戦後、ベーテは水素爆弾の開発計画に反対したが、 ハリー・エストルーマン大統領が開発計画を宣言し、朝鮮戦争が勃発した時ベーテは計画に参加し、開発に重要な役割を果たした。ベーテの業績は極めて多岐にわたっているが、最も重要なものは1939年に構成内のエネルギーが各融合反応によるものであることを明らかにしたことである。 他に家電粒子のエネルギー損失に関するベーテ、公式や原子核の結合エネルギーに関するワイツゼッカーベーテ質量公式など、これら原子核反応理論に関する一連の業績によって、1967年にノーベル物理学賞を受賞した。また戦後間もなく、いわゆるラムシフトについて、非相対論的な概算ではあるが、極めて正確な計算を導き、 弟子のリチャード・ファインマン、フリーマン・ダイソンらによる、量子電磁力学の完成に決定的な寄与を成した。一次元量子系の厳密解を求める手法である、ベーテ仮説の導入やベーテ合子などでも知られる。前者は、ハイゼンベルク模型の厳密解を求める中で見出され、今日では超限理論から超伝導に至るまで、様々な領域に応用されている。 晩年に至るまで旺盛な研究意欲で知られ、すでに80代になっていた1990年にも、いわゆる太陽ニュートリノ問題に関連して、重要な論文を残している。アルファベータガンマ理論は知人であるジョージガモフの提案により、名義だけ貸している。ありがとうございます。